こんばんは、ハニーレモンです。先日ガチメファン活編成での必要ダイヤ目安を計算した動画を出したんですけど、コメントとか X とかを見てると、節約ランというか最高効率編成で走る方もそりゃたくさんいるよねという感じがしました。ので急遽もうイベント始まっちゃってるんですけど、最小限のダイヤ消費ってどれぐらいになるのかなっていうのが私自身も気になったので計算してまとめてみました。今からでもやっぱり走り方変えようとか、ダイヤこの総合値なら足りそうとか、ファン活編成が予算に合わなかった方にも参考になればいいなと思います。総合値120万、130万、140万で、スコアが400万、430万、480万の3パターンの350万ポイントから2200万ポイントまでの特効別の目安です。今回も周回曲と新曲で同じスコアで計算してます。特効は1100万ポイントから 30%、50%、70% の3パターンです。特効は何連までだったら損しないかの目安も出してます。概要欄に各総合値と目標別に動画の時間を記入していますので、必要に応じてリンクとして使っていただけたらと思います。次のダイヤ数は毎日自然回復の BP を 40BP しっかり消費して、ポイント報酬のホイッスル、メガホン、ダイヤをすべて使用するとして、イベント前に用意しておくべきダイヤ数です。ここにはお仕事ポイントやランクアップ、キャンペーンなどでもらえるダイヤやホイッスルなどは考慮していません。お仕事をこなせばこなすほど、ランクアップすればするほど、ログボがあればあるだけ、もうちょっとダイヤは少なくて済みます。なんなら今回のハロミーイベは、ホイッスル100個を配布があったので、それだけで次の数からマイナス200個できます。最強です。ちなみにこのダイヤ数はライブ周回に必要なダイヤなので、特攻スカウトを引く場合は、スカウト分のダイヤが余分にかかりますので、ご注意ください。では行きましょう。350万ポイントの星5カード1枚取りのラインでは、特攻スカウトを引かない方がお得に走れます。総合値120万、スコア400万では、350万ポイントの星5カード1枚目まで、特攻0でダイヤ880個、450ポイントの星5カード1枚とクラウンメダルまで、特攻0で1400個、750万ポイントの星5カード2枚目までで、特攻0でダイヤ2940個、1100万ポイントの星5カード3枚目まで、特攻0でダイヤ4760個、特攻 30% でダイヤ3440個、特攻 50% で2860個、特攻 70% で2420個です。37連で 30%、54連で 50%、67連で 70% 特攻が引けたら損はしません。結構博打だと思うので、ダイヤ節約したいのであればおすすめしません。時間をお金で買う感覚であったり、特攻スカウトに推しがいれば特攻引いてもいいかなという程度です。1500万ポイントの星5カード4枚目まで、特攻0でダイヤ6860個、特攻 30% でダイヤ5020個、特攻 50% でダイヤ4240個、特攻 70% でダイヤ3620個、52連で 30%、75連で 50%、92連で 70% 特攻が引けたら損はしません。1500万ポイント目標からは特攻スカウトを引いても損はしにくいと思います。2200万ポイントの星5カード貫突まで、特攻0でダイヤ1420個、特攻 30% でダイヤ7800個、特攻 50% でダイヤ6640個、特攻 70% でダイヤ5740個、75連で 30%、108連で 50%、133連で 70% 特攻が引けたら損はしません。2200万ポイント目標だったら絶対に特攻スカウト引きましょうというレベルでお得に走れますので、100連目安で勝負するといいんじゃないかなと思います。
ここからは総合値130万、スコア430万の目安です。350万ポイントまでは特攻ゼロでダイヤ860個、450万ポイントまでは特攻ゼロでダイヤ1360個、750万ポイントまでは特攻ゼロでダイヤ2880個、2100万ポイントまでは特攻ゼロでダイヤ4660個、特攻 30% でダイヤ3360個、特攻 50% でダイヤ2800個、特攻 70% でダイヤ2360個、37連で 30%、 53連で 50%、 66連で 70% 特攻が引けたら損はしません。繰り返しますが、結構博打だと思うので、ダイヤ節約したいのであればおすすめしません。時間をお金で買う感覚であったり、特攻スカウトに推しがいれば特攻引いてもいいかなという程度です。1500万ポイントまでは特攻ゼロでダイヤ6680個、特攻 30% でダイヤ4920個、特攻 50% でダイヤ4140個、特攻 70% でダイヤ3650個、50連で 30%、 72連で 50%、 89連で 70% 特攻が引けたら損はしません。やはり1500万ポイント目標からは特攻スカウト引いても損はしにくいと思います。2200万ポイントまでは特攻ゼロで1220個、特攻 30% でダイヤ7660個、特攻 50% でダイヤ6500個、特攻 70% でダイヤ5640個、73連で 30%、 106連で 50%、130連で 70% 特攻が引けたら損はしません。やっぱり2200万ポイント目標だったら絶対にくらいの勢いで特攻スカウトを引きましょう。ここからは総合値140万、スコア480万の目安です。350万ポイントまで特攻ゼロでダイヤ800個、450万ポイントまで特攻ゼロでダイヤ1280個、750万ポイントまで特攻ゼロでダイヤ2780個、1100万ポイントまで特攻ゼロでダイヤ4500個、特攻 30% でダイヤ3260個、特攻 50% でダイヤ2700個、特攻 70% でダイヤ2260個、35連で 30%、 51連で 50%、64連で 70% 特攻が引けたら損はしません。繰り返しますが、結構博打だと思うので、ダイヤ節約したいのであればおすすめはしません。1500万ポイントまで特攻ゼロでダイヤ6480個、特攻 30% でダイヤ4760個、特攻 50% でダイヤ4000個、特攻 70% でダイヤ3420個、49連で 30%、 70連で 50%、 87連で 70% 特攻が引けたら損はしません。やはり1500万ポイント目標からは特攻スカウト引いても損はしにくいと思います。2200万ポイントまで特攻ゼロでダイヤ9920個、特攻 30% でダイヤ7420個、特攻 50% でダイヤ6320個、特攻 70% でダイヤ5460個、71連で 30%、 102連で 50%、 127連で 70% 特攻が引けたら損はしません。やっぱり2200万ポイント目標だったら絶対にくらいの勢いで特攻スカウトを引きましょう。ここで比べてみましょう。割とガチめのファン活編成総合値50万と、私の最高効率編成総合値140万のダイヤ差を比べてみると、750万ポイントまでは380個から800個、1100万ポイントでは1160個、150万ポイントまでは1580個、2200万ポイントまでは2320個の差がありました。特攻によっても差があるので一概には言えませんが、まあこれを目安として、どこまで総合値を落としてダイヤを多く使用してもいいと思えるのか参考にしていただけるといいんですが、
いざ計算してみると1100万ポイントぐらいからおーって感じの印象の差が出ますね。ファン活のために1000個以上、2200万ポイントまでだったら2300個以上知らない方が良かったかもしれないです。では急遽ファン活なしでのダイヤ準備の目安動画でした。ご視聴ありがとうございました。何かわからないことや質問や疑問点などもあればコメントでお気軽にお尋ねください。明日はスパークのガチャ動画も出るからぜひチャンネル登録をしてお待ちください。引き続きハロウィンイベント楽しみましょうね。ハニーレモンでした。バイバーイ。